こんにちは、まろです。今回はコンビ式の裏編みの編み方を紹介したいと思います。持ち方はフランス式と一緒です。まず左手に糸をかけ、針の手前に糸を持ってくるのもフランス式と一緒です。針の刺し方もフランス式と一緒です。ここから違うのが、フランス式ではこうかけてこのようにしていましたが、コンビ式では左の手をこう動かすのではなく、右の針を動かします。下から上に、もう一度やります。このように針を刺して、上から下に糸を下ろしていき、そのまま輪に通します。そして左から糸を、目を抜きます。針を刺して、上から下に糸を持っていき、そのままこの輪の中に糸を引き出します。そして左の目を取ります。糸を、針を入れて、糸の上から針を下にくぐらせて、輪に引き出して目を外します。針を入れて、上から下に糸を引き出します。針を入れて、上から下へ引き出します。慣れるまでは難しいかもしれませんが、裏編みはこちらの方が編みやすいと思われる方も多いようです。編む編み地によっては、こちらの編み方で編む編み地があったりもするので、編むものによっても編み方を使い分けるのもいいと思います。もう一度説明しておきます。まず針を通し、針の糸の下に針をくぐらせて、そのまま輪に糸を引き抜き、左の目を落とします。針を入れ、上から下に通します。これがコンビ式の裏編みのやり方になります。次回はコンビ式で一目交差を編んでみたいと思います。すごく可愛らしい編み地なのですが、フランス式ではちょっと編めないみたいなので、私はそれをきっかけにコンビ式を練習しました。
なのでコンビ式をやったことがないなっていう方も一度練習してみてもらえたら嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったなという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。